第722飛行隊は、デンマーク空軍、カールオープヘリコプター航空団霊下の、捜索救難ヘリコプター部隊。カールオープ空軍基地に所在し、捜索救難ヘリコプターに、A、A101 マーク512を運用する。また、オールボー空軍基地、スクルズストロップ空軍基地、ロスキレ空港に文献隊を派遣している。 第七百二十二飛行隊は1 9 5一年二月八日に、軽装、SO、飛行隊として編成後、空軍機の墜落事故が多発して、多くの乗員が事故死したことに伴い、一1五十六年に、捜索救難飛行隊へ転換した。1 9 5七年に、シコルスキー s 十五救難ヘリコプター七機が配備されて、捜索救難体制が整備されたほか、 1962年には、デンマーク海軍の主導アビアシオン SA316 ヘリコプターが配備されたが、1977年の海軍ヘリコプター航空隊設立に伴い、移管された。2010年には45年以上していた、シコルスキー S-61A ヘリコプターの後継機として、アグスタウェストランド A101 マーク512、 捜索救難ヘリコプターが配備された。第722飛行隊は、ユトランド半島中部のカーロップ空軍基地を拠点に、文献隊を北部のオールボー空軍基地及び南部のスクリュストロップ空軍基地、シェラン島東部のロスキレ空港に配備し、グリーンランドを除くデンマークのほぼ全域をカバーする体制をとっている。空軍機の墜落事故による乗員の捜索救難のか。 休館搬送、用人輸送、特殊部隊支援のための戦術飛行を任務としている。A101 マーク、512捜索救難ヘリコプターには5名の乗員と軍員1名が搭乗し、24時間体制で、日中は15分以内、夜間は30分以内の出動が可能となっており、乗員は72時間のローテーション勤務となっている。 第722飛行隊で運用した S-61A 第722飛行隊で運用する A101 マーク512ありがとうございます。